ホイスラーの絵画、ジョアンナ・ヒファーナンは、19世紀に、複数の有名な絵画に、モデルとして描かれたアイルランド出身の女性。ジョーという愛称で呼ばれ、アメリカ人画家ジェームズ・マクニール・ホイスラーの、恋人だったが、フランス人画家ギュースターブ・クールベとも関係があったのでは、ないかと言われている。 赤毛のビクトリア・朝風の美女で大きな議論を巻き起こしたクールベの世界の起源のモデルもヒファーナンだと考えられている。また、ヒファーナンはモデルとしてだけではなく自身でも絵画を描いている。アイルランドに生まれたヒファーナンはローマカトリック信者だった。父パトリック・ヒファーナンはホイスラーの友人でアメリカ人芸術家、作家のジョセフとエリザベスのペネリ夫妻の書管に 名前が出てくる。それには、イギリスの小説家、ウィリアム・メイク・ピース・サッカレの、ペンデニスに出てくる大酒のみのアイルランド人、キャプテン・コスティガンのようだと書かれていた。また、ペネル夫妻はパトリックを、宣伝されたカリグラフィーの教師で、ホイスラーを、義理の息子であるかのように話していたとも書いている。ヒファーランの母カテリーナは1862年に44歳で、死去しており、 ブリジット・アグネスという妹がいた。1863年にホイスラーに指示したイギリス人画家、ウォルター・グリーブズはヒファーナンと親しく、ヒファーナンにはハリーという名前の息子がいたと主張していたが、これを証明する公的な記録は一切発見されていない。ヒファーナンをモデルにクールベが描いた美しきアイルランド女、クールベ・ホイスラーが最初に、 ヒファーナンに出会ったのは1860年で、当時ヒファーナンはロンドンのラズボーンプレイスのスタジオにいた。その後6年にわたってホイッスラーと関係を持ち、その間にホイッスラーの有名になった絵画のモデルを数回、務めた。人目を引く用紙とその個性は非常に印象的なもので、 ホイスラーの電気作家や友人たちが多くヒファーナンのことを書き残している。ペネル夫妻はヒファーナンのことを彼女は美しいだけではなく知性的で思いやりがある。ホイスラーに常に愛情を注ぎ、彼はその愛情なしには何もできないくらいだと書いた。しかしながらホイスラーの家族はヒファーナンを認めなかった。ヌードになるようなこともあった絵画モデルは 当時では売春婦と大差ない存在とみなされていたためである。しかしヒファーナンは友人たちに頼まれてモデルを務めたに過ぎず、ホイスラーの家族が認めなかったのはヒファーナンの個人的問題ではなく社会的階級差が原因だったのかもしれない。1864年に ホイッスラーの母がアメリカからロンドンを訪れた時に、同居していたヒファーナンは別の場所に泊まらざるを得なかった。また、ディジョン生まれの画家アルフォンス・ルグロとホイッスラーとの1864年の異かいはヒファーナンが原因だったとも考えられている。ヒファーナンがモデルではないかと言われるクールベの世界の起源1861年の夏にホイッスラーと共にフランスを訪れ、 1861年冬から1862年にかけてバティニョール大通りのスタジオで白のシンフォニー第一番白の少女のモデルを務めた。このフランス滞在中にホイスラーの友人で同僚の画家の後にヒファーナン自身がその作品でモデルとなるギュスターブ・クールベと出会ったのかもしれない。1863年にヒファーナンとホイスラーは高齢会に参加するために イギリス人画家、詩人だったダント・ゲイブリエル・ロセッティのチェルシーの邸宅を訪れ、その後1865年の夏と秋をフランスのトゥルージュルメールで過ごしている。1866年にホイッスラーが7ヶ月間南米のバルパライソに滞在していた時には、ヒファーナンに全権を与え、家計の一切とホイッスラーの絵画作品を自由に売る許可を出した。 眠り、クールベホイッスラーが不在だったこの時に、ヒファーマンはパリを訪れ、ベッドに横たわった二人の裸の女性を描いた、クールベの絵が眠りのモデルとなった。パリ滞在中のヒファーナンとクールベが関係を持っていた、可能性もある。クールベが1866年に描いた、戦場的な絵が、世界の起源もヒファーナンがモデルではないかとする見解があり、二人の関係に、 対する疑惑が、後年のホイッスラーとクールペが仲違いする原因になった。後に、ヒファーナンとの関係が終わったホイッスラーはアメリカに戻ったが、ヒファーナンの行為に感謝する遺言を残している。ヒファーナンの名前が記された、国政調査用紙ホイッスラーと破局したヒファーナンは、ホイッスラーが、メイドのルイーザ・ファニー・ハンソンに生ませた息子、チャールズ・ジェームズ・ホイッスラー・ハンソンの養育に手を、 化している。ホイスラーが新しい愛人モードフランクリンとベネツアに滞在していた1880年にヒファーナンとチャールズはシスルグローブレーン5番で共に暮らしていた。1881年のイギリス国勢調査記録にヒファーナン、妹、ブリジット、チャールズが後にブリジットと結婚することになるシスルグローブレーン2番のチャールズ・シングルトンの家を訪れていたという記録が 残っている。1880年以降のヒファーナンの消息はほとんどわかっていない。クールベの妹、ジュリエッタ・クールベが1882年12月18日の書簡で美しいアイルランド女性がニースに住んでいると書いており、ここはヒファーナンがアンティークやクールベの絵画を売り払った場所であった。アメリカの実業家で美術品収集家でもあったチャールズ・ラングフリーアは、 1903年にホイスラーの葬式で模服に身を包んで歩いていたヒハーナンに会っている。フリーアの友人で印象派の画家たちのパトロンだったルイジーヌ・ハブ・メイヤーはこの時の様子をフリーアから直接聞いており後に次のように回想している。その女性がベールを持ち上げた時に彼女の顔を見た白髪混じりだったが豊かな巻き毛の女性で私はすぐに 彼女がジョアンナだと分かった。クールベの美しきアイルランド城で豊かな髪で手に鏡を持って描かれていた、まさしくその女性だと。彼女は1時間近くもホイスラーのカンオケのそばに立ち尽くしていた。その場にいた私は旧友に向けた彼女の哀悼の思いに心を動かされた、モードも葬式に来ていたと私が尋ねると、来ていた。同じ日の午後にパリから到着して、 私がホイッスラーとの最後の対面をさせようと顔の大いを取った時にはとても動揺しているように見えた。フリーヤはしばらく物思いにふけていた。ホイッスラーの人生はまさしくドラマで彼女たちのような愛情深い女性と切り離せないものだったフランス人作家。 クリスティーヌ・ヨルバン・ヒファーナンが2000年に発表した小説 j エテール・オリジン・ジュモンドではヒファーナンが語り手として登場している。小説中ではヒファーナンはクールベの恋人で有名な作品のモデルとなっている。他にベルナール・ティセイドルの1996年の小説レ・ローマンで得るオリジンでも主題は絵画そのものであるがヒファーナンが 世界の起源のモデルだったとしている。ありがとうございます。